こんにちは。みほとけです。田中ひろみです。ホットケーキーズでーす。イエーイ。何回しに来た。慣れてない。まだ初々しい。デビューしたての仏像に恋焦がれるユニットです。はい、我々が組んだホットケーキーズ、まあ仏だから仏を引っ掛けて、まあ、ホットケーキズというちょっと可愛らしい感じの名前にいたしました。自覚もいいんですよね。あ、そう、一応自覚も調べたんですけど、はい、それで、はい、ひらがなにいたしました。そうでした。はい、先生とね、はい、私で組ませてもらって、まあ、普段日頃は仏像をモノマネするのがメインの仏像で、リ、はいはい、スタイルの僧侶たちというウェブサイトにて、はい、2人で仏のモノマネやってみたのをいろんな仏像に上げていこうっていう。みほとけは、まあ、みほとけチャンネルなので、はい、ご覧の方は多分何者か知ってくれてるんですよね。はい、仏像に一番近いアイドル、はい、仏クリエイター、あー、まあ、仏像のことが好きでいろいろ仏様に近づくための修行しているものですが、はい、田中先生、はい、あなたは何者なんですか？私は女流仏像イラストレーターです。女流仏像イラストレーターっていう肩書きは、はい、ムーの編集長の三上さんがつけてくれたんです。すごい恐縮ですよ。本当田中さん、いいえ、とんでもございません。もうございませんもうちょっと、もういろいろ仏像の本を、はい、まあ出してるんですけど、まあ、こういった史跡巡りの本ですとか、あと中日文化センターですとか読売カルチャーで教えたり、あと奈良市の観光大使と、うん、女子の仏教レジャーサークルの丸の内般若会っていうのの、あ、すごーい、すごーい。わー。一番気になったのはこの着物。はい、ありがとうございます。はい、着物結構好きで、仏像なんですけど、かわいい、これね、はい、後で写真撮ろう。これ誕生仏と涅槃仏をデザインしまして、まあ、この帯留めもですね、あの私が彫りまして、はい、涅槃像ですね。で木を彫って、でアクリル絵の具で塗りました。すごい、ハスの柄になってるんですけど、すごい、かわいい。そう、これ一応リバーシブルになってるんですよ。かわいい、かわいい。ちょっとこれ本当にあの涅槃だから緩いですよね、先生のイラストってね。ゆるいのも、まあ、ちゃんとリアルのも描けますけど、ね、けます最近では上野のお守りもシャンシャンをモデルにしたお守りなんですけど、かわいい。そう、裏表あって、上野大仏と上野の清水観音さんで授与してますね。わかりまんな。いやいやいや、いきなり何で関西弁になるんですか。まあ、そんな仏像ラブの我々ですね、はい、仏像の話をね、はい、していこうかと思うんですが、そもそもまあ仏像好きになったきっかけ、はい、って何かあるんですか？あ、私は京都の三十三間堂に、うん、まあ、大人になりまして千一体の千手観音に圧倒されて仏像に恋に落ちました。わかる。その恋に落ちたってもね、表現しか言い表せないですよね。そうなんですよ。恋に落ちるっていうのは理由がないじゃないですか。うん、だからこの仏像に恋に落ちたっていうのをうまく表現できないんですよね。できない。そうなんですよ。なんかもうこの仏像に何か心も思考も奪われて、帰り道もその人のこと考えてるみたいな。うん、私も空也上人をね、はい、六波羅蜜寺で見た時はもう恋に落ちましたよ。いいですよね。きっかけは恋に落ちたということで。一番好きな仏像、はい、これを教えてください。あ、私京都の永観堂の三海阿弥陀さんが一番好きです。はい、こう普通の阿弥陀様、こうね、後ろにいらっしゃるように正面向いてこう立ってるのが一般的ですが、はい、永観堂京都にあるところはもう首がこうなってるんですよね。はい、そうなんですよ。左を向いてるんですよね。ま、うん、あの、まあ、三海阿弥陀さんっていうだけあって、うん、本当後ろを向かれてて、うん、正面に行ってもお顔が見えないんですよね。そう、横にこうぐるーっと回って初めてお顔が拝めるという、うん、見返ってるのにちゃんと訳があって、うん、まあ、永観っていう、まあ、お坊さんがお堂をぐるぐる、まあ、一晩中回って、まあ、念仏のない修行があったんですけど、その時パッと前を見たら阿弥陀さんが歩いてて、こうやって振り返って栄冠おそしといった姿を表している仏さんなんですね。一緒にね、修行してくださる優しい仏さんなんですよね。もうそのお話を聞くだけでもキュッときますよね。ということで、またホットケーキーズで
仏様について喋りたいと思いますので、はい、せーの、ナムー。